試合は1週間後。これからやる特訓はただ一つです。守備を固めまくることです。守備だけ？お、外れだ。お、当たりだ。当たりでゴス。では当たりのお二人はなんと辛い特訓をサボって OK。 その代わりちょっとした雑用を手伝っていただきます。ハンちゃん、壁ってのはゴスね。平らなようで平らじゃないんでゴス。こうすることで自分は動かなくても狙ったところに水を当てられる。ここからはロングパスのトラップ練習。時間までずっとです。攻撃をしないサッカーなんてサッカーじゃない。守りばっかで勝てるわけねえよ。小僧丸、あの人が俺のサッカーを変えたんだ。俺はもっともっと強くならなきゃいけない。する方法はきっとあるはず。とにかくぶつかってみるしかねえか。小僧丸、切り込んでいく。美濃銅山の要塞をどう攻めるのか。んだと？本気か？これが監督の作戦？守りオンリー？どういうことだ？試合でも守り続けろってこと？しかもなんだこの顔文字。ざけんじゃねえぞ、ジョーキム。この人本当に大丈夫かしら。ペロペロン、ほらかかってこいよ。でかっ。王子に阻まれた。簡単に取られてんじゃねえ。なかなかの壁っぷりっす。しかしライモンイレブンも落ちたものよの。攻めもせんでわしらの要塞を見上げるだけとは。いやー、見上げてますね。少し遊んでやるか。よっ、遊んでやっちゃいましょう。あっと。ランケン、稲森弾き飛ばされた。これもまた要塞守備だ。行くしかねえ。もっと森岡の猛威。
誰一人通さない美濃道山の要塞守備。試合は早くも膠着状態か。ふん、悔しいの。思うつぼだ。イエイ。大丈夫ですか？みんな。監督、イレブンのステータスを見てください。体力が相当削られています。このままではまずいですよ。なるほど。監督、新たな指示ですか？え？ゲーム？おりゃー！監督！美濃道山の要塞守備はあれど、雷門、積極的に攻め上がる姿勢が見られません。これはあえての作戦か？雷門の超金運監督、まるで空風のポーズでゲームでもしているようにしか見えません。まるでっていうか本当そうだし。何考えてるの？雷門対美濃道山、0対0のままここで前半終了。おい、超金運、いつになったら攻めさせんだよ。このままでは良くても引き分けです。それじゃここで終わりだ。いい加減攻めないと。監督、俺たちなんとかサッカーを取り戻しました。だからこそフットボールフロンティアでどこまで行けるか思いっきりプレイしたいんです。それならどうぞ、思いっきり守ってください。てめえ、今攻めても時間と体力の無駄ですからね。あんた勝つ気あんのか、うん、あんたの言うこと、勝つのとは反対のことばっかじゃねえか。反対。進むべき道が前に見えないなら反対側を見ろ。反対側を。さあ後半戦スタートです。果たしてここから勝利への道を切り開いていくのは雷門か美濃道山か。開始早々雷門がボールを奪った。美濃道山すかさず要塞守備を固める。前半と同じ展開か。雷門パスを回していく。あの焦り、狙い通り。焦りのあまり奴らは直に攻撃に出る。わしらはその隙を突くのみ。ついちゃうのみ。ライモンイレブン、野道さんのプレスをかわしながらパスを回していく。攻めあぐねているのか。んだよ。長えよ。もう我慢できねえ。行くぞアスト。あんなうさんくさい奴の言うことなんて聞いてらんねえ。攻めんぞ。でも上がろうぜ。やめとけ。まだやめとけ。攻めるタイミングじゃねえ。てめえ何言ってんだよ。攻める敵じゃねえだと。ああ、なんでだよ。答えは反対側にあるかもしれない。反対側。へえ、やるね、ライモンの11番くん。どうかしましたか？彼も気づいたみたいだよ、あの監督の狙いに。超金、そういうことか。くだらねえ。どういうことだよ。まだって俺は攻めてえぞ。でもゴージン先輩、こうやって守りを続けていれば少なくとも点を失うことはない。どうやら私の狙いに気づいたようですね。何ですか狙いって。知りたいですがな。まあ
では攻撃をせずずっと守備ばかりをしていたらどうなりますかな。それは誰にでもわかる簡単な問題ですけどね。はあ、守備ばっかりだと相手は得点できない。ピンポーン、正解。イエーイ。これまで多くのチームがあの要塞を破ろうと攻撃ばかりをして、薄くなった防御の隙を突かれ敗北してきました。今回の防御の布陣は得点はできませんが、相手にも得点させない戦法なのです。なるほど。でもこのまま点が取れなかったら、俺たちのフットボールフロンティアはここで終わる。このまま同点で終わったら本戦への出場はできません。マジでこのまま守り続けんのかよ。残り時間が少なくなっていく。積極的な攻めに転じない両チーム、まるで我慢比べのような展開だ。ライモンイレブン、何故攻めてこない。なぜだ。要塞ってのは攻めるのがお約束ってもんだろうよ。お約束だろうよ。残り10分す。ならばわしらから仕掛けてやる。やりましょう。何？この時が来たか。よし、お前たち行くぞ。おっと、到着状態を打ち破り、美濃銅山が動いた。なんだ、何するつもり。行くぞ。やばっ。この要塞を止めることなど誰にもできぬ。できぬ。美濃銅山、要塞守備ごと上がってきた。ボールは石壁から右方へ、一気にゴール前だ。もらったー。よし、よし、よし、じゃっ、うおー、じゃっ、うおー、よし。ライモンにもまさかの壁だ。こんなところにプチ要塞。壊れる。な、ラクト。あんな平たい壁見たことないっす。まるで一流の左官職人が塗り上げたような芸術的壁。彼は今まさに壁っす。壁そのものっす。カシュ。あ、カシュ。オーガーガー。戻れ、岩戸のロングパース。アスト、特訓通りだ。ライモン、パスをつないで一気に攻め上がってきた。避けるか。小僧丸、決めてやる。俺のあの技で。俺はあの日高円寺さんに出会って、あんなボールが蹴りてえって何度も何日も特訓した。目に焼き付いちまった記憶を頼りに、あのシュートで新しい俺になるって決めたんだ。あの日高円寺さんが俺に言ってくれた言葉を信じて。お前は必ず強くなれる。こいつで反対側の勝利をつかむんだ。ガイアトリネー。トルネードといえば高円寺修也ですが、小僧丸も使いこなしています。し
試合終了間際にライモンが一転、驚きの展開です。そして中でも一番驚いている様子なのが岩戸だ。本当すごいよゴーレム。にしても驚きすぎだろ。必殺技出しそうな予兆全くなかっただろう。なんか出ちゃった。あ、それってもしかして落書き消しのおかげじゃない。ゴシュゴシュ。壁の気持ちが分かったようですな。壁の気持ち？すごい。どういう理屈？でもすごいです、いきなり点入れちゃうなんて。確かに。どういうことです？私のよく知るクンフーにこういう技があります。その名もカウンター。へー、今カウンターって言いましたよね。違います、カウンターです。カウンター、中国風に言ってるだけだし。なんなん、カウンター。はい、カウンター。誰？大きいものを倒すには条件があります。相手の力を利用することです。相手が攻撃しようと迫る勢いがこちらの攻撃に上乗せされより強力な攻撃となるのですよ。へー。それに彼らは守り続けるという同じ手を使われてかつて体験したことないほどの焦りを感じてしまったわけですよ。おゴジ！よっしゃー、俺だって見せてやる特訓の成果を。ファイヤートルネードですよ。レモネード出るわけないですよ。うっせーな。何としてでも止めろ、あの技を使え。え、あれを使う。アスト小僧丸行くぞ。ここに来て複数の選手による新たなる必殺技だ。これはまさに動く絶壁だ。必殺技を複合させること、すなわちオーバーライド。ザ・ウォールを4連続でオーバーライドさせたのがこの連射ザ・ウォール。岩戸の捨て身のアタックでボールがこぼれた。こぼれたボールは日浦へ。ダイモン日浦対連鎖ザウォール、このままではひとたまりもないぞ。そこだ氷の矢。受けた。日浦のロングパスはダイレクトにゴール前の稲森へ。試合終了。結果は2対0。試合終了直前、一気に追い上げたライモンの勝利となりました。ライモンはフットボールフロンティア初勝利です。まずは一勝。絶対いけますよね。俺たちなら本戦。ああ、サンキューな、小僧丸。俺が攻めようっつったのお前が止めたからこうなった。ま、確かに俺のおかげだよな。すごかったな、さっきのロングパス。ああ、あの軌道水巻きと一緒だった。え、じゃあやっぱり監督は必殺技を覚えられたのはあのくじ引きで当たりを引いたからか。アンナちゃん、楽しかったでしょ。え、まあ多少は。早起きしてるかったね。はーい、監督。亀山さん、ゴシ。高さといい厚みといい、うちの連鎖にもぴったりっす。
これからも壁同士、より壁らしい壁目指して頑張るっす。ありがとうございます。超金、調べる必要がありそうだ。あの監督は何者なんだろう。過去のサッカーの記録にあの者の記述はありません。じゃあこれから名を残すことになるのかな。しかし野坂さん、あなたがそれを気にする必要はないでしょう、はあ、誰であろうと戦術の皇帝と言われるあなたの前にはなすすべなく崩れ落ちることになる。ああ、青少学園もまた次なる敵との戦いに向けて動き出していた。次回、稲妻イレブンアレスの天秤、青少学園の闇。稲妻イレブン今日の格言。進むべき道が前に見えないなら反対側を見ろ。以上。